UQTV 読谷村地域振興センター LED ビジョン限定で放送する LED ビジョン番組。今週放送された UQAN TV をダイジェストでお送りします。読谷村で起こった出来事を動画で振り返りながらお楽しみください。まずは月曜日から VTR スタート。今日のゲスト、月に1回ご出演いただいておりますこの方でございます。はい、さいぐすよ中がなびら、コロナリンマキラン用意がんじゅうしあっちみせびが野菜、月に一度ですね、お邪魔しています。読谷村長の、石峰です。コロナワクチンというね、具体的に適切に対応できる、まあ、手法が出たということで、はい、とりあえず65歳以上がですね、はい、コロナワクチンの予約受付をやるということで、うん、もうすでに接種券の方は65歳以上の皆さんにはね、はいはいはい、お手元に届いていると思いますので、うん、いよいよ、先月の26日からですね、ワクチン接種の予約受付が、始まっております。でも、はい、でこれは金曜日先週までのですね、うん、予約状況ですけど、はいはいはい、対象者約9800名の中でですね、4415名、約 45% の皆様がですね、まあ、受付を予約をしているということでですね、うん、もう日程を取られて、1回2回とですね、2回の、接種予約を取られているということでございます。でこれ、公式 LINE でですね、はい、受け付けるのと、コールセンターで受け付けるのがあるんですけど、はい、LINE の方がですね、うん、6割の皆さんがですね、60% の皆さんが LINE でやってます。まあ、コールセンター、これはもうお電話ですね、はいはいはい、電話はするんですけど、電話の件がですね、40% ということでですね、まあ、6割の方が、LINE を、活用しているということでございます。意外ですね。この LINE は24時間ね、うん、24時間対応しますし、ね、つながらないということもないですけど淡々と、はい、操作をすればですね、携帯を操作をすれば、うん、ちゃんとその日程が取れるということですんでですね、まあ、6割との皆さんがやっている、うん、これその65歳以上高齢者だけがですね、うんうんうん、自分でやってるわけじゃないと思うんですよ。あ、そうかそうか。ですからぜひですね、子供さん、お孫さん、うんうんうん、手伝ってあげてですね、うん、おじいちゃんおばあちゃんの接種券を、うん、自分の携帯でですね見て、生年月日とか番号を言えばですね、はいはいはい、取ってきますんで、もうご家族であればですね、何かあればまた変更とか、うん、それもおじいちゃんとコミュニケーションしながらできますんでですね、LINE でですね予約する方がですね、うん、まあ、手っ取り早いですから楽だと思いますので、本当にまあ、いろいろ聞きますとね、うんうん、電話がつながりにくいとかそうなんですよね。そういうのもあってですね、あ、まあ、これ全国どこでもそうだと思いますけど ね、うん、で本当に電話はですね、うん、読谷村も、コールセンターから10台設置してあるんですけどね、この間あれはゴールデンウィークの時でしたけど、うんうん、まあ、ちょっと激励ということで、ああ、お菓子の差し入れを持っていったらですね村長自ら、はい、あ、それを私にですね、はい、目は合うんですけど席を外してきたという会話もできないぐらいですね、ずっとひっきりなしに彼がですね、対応してですね、まあ、5分ぐらいそのコールセンターのこのやり取りを眺めていたんですけどね、その後ちょこっと一人だけ席外してきてって、うん、もういいから仕事してくれ仕事してくれ電話して取りなさいって言って帰ったんですけどね、まあ、それにつけてもですね、もう若者はほぼ皆さんね、うん、携帯持ってますから、うん、そうですね、ぜひ読谷の公式 LINE でですね、うん、やっていただきたいと思います。そして早く、まあね、65歳以上の皆さんがね、うん、まあ、これは風邪ひいてもね、お年寄りは体調崩しても危ないという一環でですね、このコロナが今、うん、燃え振るっているということですから、はい、ぜひ早めにですね、高齢者の皆さん、そしてハイリスクですね、うん、感染すると厳しい皆さんにおいてはですね、うん、早めのコロナワクチンをですねやって、安全安心のことをですね、うん、みんなで作り上げていく読谷にしたいと思います ね、うん、ですね。 YouTube TV
第56回読谷村総合体育大会夏季大会男子バドミントンの部、こちらの1位に輝いたのはザキミ大教の皆さんです。おめでとうございます。続いて2位が親子大教、3位に高志保大教の皆さんがランクインしました。素敵な試合だったと思います。皆様汗を流されてとても爽やかな表情で賞状を手に持っていますね。お疲れ様でした。続いて女子バドミントンの部、1位に輝いたのはザキミ大教の皆さん、おめでとうございます。続いて2位トケシ大教、3位高志保大教の皆さんと続きました。こちらもすごくやりきった表情で賞状を手にしています。こういう時期に汗を流して体を動かすのもとても有意義な時間だと思います。参加した皆さんお疲れ様でした。そして続きまして軟式野球の部、昨日5月9日日曜日の試合で瀬名派、宇佐、木名、祖辺の4チームが準決勝に勝ち進みました。そして5月15日土曜日、準決勝、決勝、3位決定戦が行われます。会場は読谷村多目的広場、読谷村運動広場、沖ハム読谷平和の森球場にて行われます。多目的広場では瀬名派大教対宇佐大教の試合、平和の森球場では木名大教対祖辺大教の試合が行われます。大会当日は無観客での実施となりますので、皆様ご了承ください。ぜひご自宅での応援をよろしくお願いします。 UQ TV 期間限定、5月10日はお菓子御殿の日、スピードくじのキャンペーンを開催中です。こちらは5月16日日曜日までの期間限定の開催となっています。実施している店舗はお菓子御殿の直営店舗、お買い上げ税込み2000円ごとに外れなしお菓子御殿グッズが当たるスピードくじを1枚申請しております。こちらの商品をご紹介したいと思います。特賞は110名様に当たります。元祖紅芋タルトクッション、こちら非売品となっていますね。すごいです。そしてエコでしょう、エコでしょうは330名様に当たります。オリジナルコンビニバッグ、そして全員に当たります。おいしいでしょう、惜しいでしょうでね、おいしいでしょうということで、アーモンドチョコレートサンド紅芋単品が当たるそうです。いいですね、この外れなしのくじが当たるということで、こちら景品には数に限りがございますので、皆様ぜひお早めにご参加ください。詳しくはお菓子御殿と検索してみてくださいね。以上でした。やっぱり YouTube TV ね。さあ、読谷村のふるさと納税の返礼品、レキオシアンの丸もん柄ローズスリーブドルマンをご紹介したいと思います。これからの季節におすすめのローズスリーブドルマン、風をたっぷり通す涼しいオーバーサイズのシルエットで、その名前の通りバラのようなひだが重なる擦れた袖が特徴的です。こちらは寄付金額4万4000円以上で受け取ることができます。続きまして、同じくレキオシアンよりスーパービッグシャツオフホワイト、男性女性兼用のロングシャツ、ルーズシルエットに加え誇張したように大きい胸ポケット、同じく大きめのハンガーループが特徴的です。堂々としたボリューム感とシャツをそのまま拡大したような愛嬌とが同居しています。こちらは寄付金額7万4000円以上で受け取ることができます。さあ、続いて同じくスーパービッグシャツ、色違いのチャコール、いいですね。オフホワイトも素敵ですが、チャコールもシックでとても素敵な色合いとなっています。同じく男性女性兼用のロングシャツ、ルーズシルエットに加え誇張したように大きい胸ポケットが特徴となっています。袖のカフスはボリュームの割に幅を抑え、やぼったさを軽減、独自の形状になっているのでロールアップしやすく、着こなしの表情に変化をつけられます。夏の暑い時などに羽織ったりして袖をまくったりするのもまた素敵な一品ですね。こちらも同じく7万4000円以上の寄付で受け取ることができます。そして続きまして、
レキオシアン波影柄インカフサイドポケットシャツ。レキオシアンが1999年に発足して以来取り組み続けているランインカフを定番のボタンダウンに仕立てました。ベーシックなシャツにさりげなくサイドポケットを加え、機能性と個性をプラス。サイドポケットは右側のみシングルとなっています。すごいですね、沖縄の海を思わせるような、そしてクジラとかも想像させるような素敵な柄となっています。こちらは寄付金額7万4000円以上で受け取ることができます。そして最後にレキオシアン波影柄インカフビッグシャツ。レキオシアン定番のビッグシルエットのロング丈シャツのインカフの総柄タイプとなっています。贅沢にランインカフを使い、エキゾチックでクラフト感がありながら様々なスタイルにコーディネートできるベーシックなレギュラーカラーのシャツとなっています。こちらは寄付金額1万1000円以上で受け取ることができます。さあ、ご紹介しましたコットンの商品5点、どれも男女問わず、そして老若男女問わず長く愛用できる商品だなという印象があります。少し高いなという印象もあるかと思いますけれども、いいものを長く使うというのはそれだけその人にとって味も出てくるので、ぜひこの機会に手に取ってみてはいかがでしょうか。失礼しました、こちら寄付金額が11万円以上で、受け取ることができます。はい、素敵な商品ですね。いいものはやはりそれなりの値段がするということで、こちらね寄付ですので寄付金額11万円以上で受け取ることができます。さあ、581件のふるさと納税の返礼品があります読谷村にどうやって寄付をすることができるのか、読谷村のふるさと納税の返礼品が掲載されているポータルサイトをご紹介したいと思います。読谷村にふるさと納税ができるポータルサイト6つをご紹介。ふるさとチョイス、楽天ポイントがたまる楽天ふるさと納税、マイルがたまる ANA のふるさと納税、ふるさとプレミアム、 JRE ポイントがたまる使える JRE モールふるさと納税、宿泊クーポンが使える JTB ふるさと納税、以上のポータルサイトで読谷村の返礼品を見ること、そして納税することができます。皆様ぜひチェックしてみてください。以上、読谷村ふるさと納税のコーナーでした。続いては火曜日の出来事 VTR スタート。改めまして、読谷村役場新型コロナウイルス感染症対策推進室から新型コロナウイルスワクチン接種についてです。接種の順番ですが、3月以降から医療従事者の皆様からスタートしております。そして今回65歳以上の高齢者の皆様、読谷村では5月17日来週月曜日から開始となるんですが、令和4年3月31日までに65歳の誕生日を迎えている方が対象となります。続いて基礎疾患のある方や高齢者施設などの職員の皆様、そして一般の皆様というふうになっております。そして基礎疾患のある方や高齢者施設の職員の皆様、一般の方々の時期はまだ未定となっておりますのでご了承ください。続いて個別接種の会場についてご紹介いたします。まずは開始日が5月17日の月曜日、来週の月曜日からとなります。会場は松島クリニック、読谷クリニック、読谷村診療所、金山内科クリニックとなっています。接種の予約はすべてコールセンター、もしくは読谷村の公式 LINE アカウントからの受付となっていますので、各医療機関へのお問い合わせはご遠慮いただけますようよろしくお願いいたします。そして接種費用についてですが、無料となっております。自己負担は一切ありませんので、安心してお受けください。そして集団接種の場所とスケジュールをご案内いたします。会場は読谷村体育センターです。日程は5月18日火曜日から9月11日土曜日までとなっています。時間は午後1時15分から午後3時30分まで、
こちらは火曜日から土曜日まで祝祭日を含みます。そして、午前の9時15分から午前11時30分まで、こちらの午前の部は土曜日のみ開催されますので、こちらスケジュールの方をしっかりとご確認ください。日曜と月曜日はお休みとなります。続いて接種までの流れを皆様にご紹介いたします。まず読谷村役場から接種券などが届きます。届くものとしては接種券、予診票、1回目、2回目分、そしてお知らせ、ワクチンの説明書が入っております。65歳以上の方々は4月20日以降にこちら発送が済んでいるということですので、もう皆様のお手元に届いているのではないでしょうか。さあ、こちらをしっかりと開けていただいて中身を見てくださいね。コールセンターの方で、予約をお願いいたします。電話番号は098-901-3003。こちらは平日の朝9時から夕方の5時までとなります。または読谷村の公式 LINE アカウント、こちらから予約をお願いいたします。どちらも現在予約を受け付け中です。さあ、公式 LINE アカウント、こちらの方を、開いていただくと、今画面にあるように読谷村などが載っているこちらのリッチメニューというね、かわいいメニューがございます。こちらの上の段の予約1回目、こちらをタップ触ってください。するとですね、カメラで接種券を読み取りするような案内が出てきますので、この案内に合わせてご予約の方をお願いいたします。続いて接種までの流れです。こちらの予約が終わったら、予診票の記入をお願いいたします。受ける前の事前に予診票を記入してください。必要な方は事前にかかりつけ医の方にご相談いただいて記入をお願いいたします。そして予約した日時にその場所で接種を行います。持参するものとしては接種券、予診票、身分証明書をお願いいたします。そして接種をしやすいように肩を出しやすい服装でお越しください。接種の後は15分から30分程度接種会場の方で待機、ちょっと休んでいただいて、体調に異常がないかどうかを確認してからご帰宅いただくようになります。さあ、この新型コロナウイルスワクチンに関するお問い合わせ先、まずは読谷村役場、平日の午前9時から、夕方の5時まで、まずは予約コールセンター、こちらの番号は098-901-3003、098-901-3003となります。そしてお問い合わせなどは健康推進課、こちらの番号は098-982-9211、098-982-9211となります。また厚生労働省では午前9時から夜の9時まで土日や祝日も対応してくださる新型コロナワクチンコールセンター、こちらの方でのお問い合わせも可能です。フリーダイヤルとなっていまして、0120-761-770、0120-761-770となります。聴覚に障害のある方はファックスやメールでのお問い合わせも可能です。ファックス番号は03-3581-6251となりますので、お問い合わせの方をお願いいたします。続いてこちらの話題です。新型コロナワクチン詐欺に関する注意喚起、こちらを皆様にご紹介いたします。新型コロナワクチン詐欺に関する注意喚起、行政機関などを語ったなりすましにご注意をお願いいたします。まず皆様に、知っていただきたいのは、ワクチン接種は無料となっています。接種を受ける際の費用は全額公費となっています。実際に消費、生活センターへ寄せられた事例をご紹介いたしますと、お金を払えば優先的にワクチンが受けられます、お金は後で戻ってきますよと言うけれども本当なんでしょうか、こういったような、詐欺、なりすましがあります。そして電話やメールで個人情報を求めることはありません。先ほどもご紹介したように、市町村から接種券や接種のお知らせが届いて、これをもとに予約をしていくことになりますので、市町村から先に、皆様の方へ人数を教えてほしいとか、
接種券を送りますよというような電話はありませんので、こちら確認をお願いいたします。もしこのような新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種のために必要ですと語るような金銭や個人情報を騙し取ろうとするような電話、こういったものがあった場合は周りにまずは相談してみてください。話せる方に相談してみましょう。そして消費者ホットラインというものがございます。188にご相談ください。以上、新型コロナウイルスに関しての特集でした。やっぱり UQTV ね。まずは琉球ガラス工房原価原吉、こちらの琉球ガラス体験は料金は、税抜きで2000円となっています。時間は約15分、体験は1組、4名様までとなっています。営業時間は、午前9時から夕方の6時まで。場所は読谷村のザキミとなります。お問い合わせは098-982-9912です。ホームページをまずはご覧いただいて、それからお問い合わせをお願いいたします。続いて琉球ガラス工房しずく、こちらの琉球ガラス体験は料金の方が2640円から税込みとなっております。形やサイズなどで料金の変動がございますので、こちらもご確認ください。お好きなものをお選びいただけます。時間はこちらも約15分、営業時間は、午前10時から夕方の5時までとなっています。場所は読谷村の宇佐にございます。お問い合わせ先は098-989-7643、098-989-7643となります。琉球ガラス、どんな、ガラスの、ね、器やコップなども2000円ぐらいではなかなか買えないものも多いので、この金額でしたら皆さんも体験して、自分のオリジナルが作れるお得な価格となっています。ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。以上、読谷村内の琉球ガラス体験情報でした。琉球 TV 改めまして、退職や失業による国民年金保険料の特例免除制度、こちらを皆様にご紹介いたします。本人または世帯主、配偶者が退職されて国民年金保険料の支払いが困難な場合、退職失業による保険料の免除制度があるんですよ。必要書類は離職票または雇用保険受給、資格者証、また、本人確認書類、免許証やパスポートなど、年金手帳または基礎年金番号、こちらが分かるものを、ご持参ください。申告が遅れると万一の際に障害年金などが受け取ることができなくなる場合がありますので、お早めにお問い合わせください。お問い合わせ先は読谷村役場住民年金課、電話番号は098-982-9207、098-982-9207となります。以上、とことん読谷、知っとこ読谷のコーナーでした。 UQTV。 さあ、本日私はですね、東酒造さんのザンパファクトリーショップ、ね、お邪魔しているんですが、ある方にちょっとインタビューしたいと思います。こんにちは。こんにちは、読谷村瀬那覇から来ました石鹸マスターこと、藤川学部学です。はい、藤川さん、いつもお世話になっております。こちらこそありがとうございます。今回東蔵さんとコラボをしていると。はい、もろみ石鹸という、島酒を作る上でね、欠かせないもろみを使った石鹸を作ってます。なるほど。この石鹸、今回ですね、青森残波が使われていると。はい、青森残波の特に、大切なもろみという、ね、成分を使ってます。なるほど。はい、このもろみ、なんでまたこれ作ろうと思ったんですか。やっぱ環境ということで、最後あのもろみカスというのは捨てられてしまうというのを聞いて、何とかそれがね、石鹸に練り込めればということでのもろみですね。なるほど。はい、はい、で今回このね、もろみ石鹸ね、残波の黒が使われているということですが、これ出来はいかがですか。出来は、つくのにね、ちょっと時間はかかったんですけれども、残波の海の深いイメージが、
表現できたかなと思います。でこれね、この石鹸を今回作るにあたって工場見学等も行ったというふうに。そうですね、工場見学、まずあの工場を見させてもらってどのような工程でできるかっていうのを分かった上で、この、ね、文章もね、自分も考えたので文章に何か役に立てればなということで、工場見学をさせてもらって、この長浜湾のね、異能のね、風を含んだやっぱ島崎ができるんだな、あと亀がねこの歴史の渦をちゃんと静かに見てるんだなっていうのを深く感じました。はい、で今回作られたこの諸見石鹸、どういった特徴があるんですか？はい、昔からね当時さんの手は柔らかくて白いと言われてたので、その柔らかくて白いのはやっぱお酒できるまでの当時さんが一生懸命ねこの手を使って体温をこう手のひらでね、一生懸命麹をあの揉んだのかなと思うので、その柔らかさ、あとは、そのもろみの、毛穴等もね取ってくれるんじゃないかなということでの、もろみ石鹸になりますね。はい、そういったね、当時さんの手になれる、ね、石鹸を目指したということでございますのでね、ぜひ皆さんこちらね、お使いいただきたいと思います。はい、最後になんですが、こちらザンパファクトリーショップとあと別のところでも、こちら手に入れることができるみたいなんです。どこですか？はい、もうこの、ね、下同じその偶然にも長浜湾異能を見ているムチョスビエントスというお宿に、直売所があります。そちらの方でも販売させてもらっています。はい、はい、ぜひね、ザンパファクトリーショップとこのムチョスビエントス、はい、お宿になってますが、そちら皆さんね、足を運んで手に取っていただければと思います。ではガクさん、これね今回の石鹸に込めた思いなども改めて皆さんに PR していただきたいと思います。お願いします。はい、もろみ、皆さんあの知ってるようで知らないんですけれども、それが石鹸の泡となってねどのように自然界になるのかっていうのをね、自然界に帰ってくる、その前に、自分でね心と体をリフレッシュしてくれる、そういう泡、それで一日の疲れを取ってもらってこのコロナの中もね、元気に過ごしてもらえればなという思いが強くあります。はい、このもろみ石鹸でね、読谷を元気にするという形でございますので、はい、ぜひ皆さん、ね、手に取ってみてください。本日ガクさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。お伝えしよう、AV センターとは最新ニュースや地域の身近な話題を届けるための放送局通信システム、番組制作を支援する映像音響制作機器、各種教育音響機器、会議用機器装置、もちろんメンテナンスも万全。分かっていただけただろうか、私の仕事、沖縄科学 AV センター。大型 LED ビジョンなら沖縄科学 AV センター、美しい映像、ダイナミックな演出、今までにない感動を体感できる、映像配信者メディアランナーもお任せ。大型 LED ビジョンなら沖縄科学 AV センター。続いては水曜日の出来事 VTR スタート。今日もですねゲストを迎えておりますよ。早速来ていただいております。ちょっと緊張の大向きのようでございますけれどもね、はい、自己紹介してもらいましょう。この方です。商工会青年部新しい部長になりました千葉奈です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初出演はい、ド緊張してますさあ青年部長ということで、今回は青年部長は、あの千葉奈さんで、はい、話はまた戻りますけども、はい、副部長は誰々もう流れ的にはなんかそのまま、うんうんうん、で一人ちょっと増えてる副部長が、うんうん、そのまま前部長が副部になって、あ、なるほどなるほど、副部にいた大城業務が、はいはい、で、うんうん、副部にもともといた長間と佐久川、うんうん、佐久川、はい、で一人このまた上り園の、はいはいはい、大ちゃんっていうのが、はい、うん、入ってこの4名体制です。副部長4名体制、はい、だから、はい、自分めっちゃ甘いお金してるいや自分が副部長の時も甘えてから自分が部長だとまた副部長に甘えようとしてるそうですいやせっかく一人増えたんで、あと みんな
喋り達者なんで、あ、はい、達者の方に回そうからの、いやいやみんな達者なんです、4名達者だな、はい、達者です、うるさいくらいだな、はい、本当にや、はい、そうか、自分はあとはこの足りないところをここのメンバーに補ってもらおうから、うん、なるほど、なるほど、はい、今水田はちなみにどれくらいいるの、40名さ、まだそんなにいいか、30名ぐらい、3名か6名ぐらい、あ、ね、はい、あ、これを今年 何名かな、40名ぐらいにまで増やそうみたいな、うん、はい、目標を言ってましたね、そうなんです、なるほどね、はい、でもね、ぜひ、やっぱりこう青年部っていうのはね、あの本当にこう、まあ、我々親会側の立場からすると、まあ、親会っていうのはその青年部のね、あ、ごめんなさい、商工会 あの理事の方を中心とするこう、あの正会員のね、皆さん方のことをよく言うんだけども、その親会からするとやっぱりこう、青年部っていうのは本当に活動の原動力だからね、はい、もう俺もそういう時代があったから、青年部時代あったから分かるけど、はいはいはい、やっぱりはっきり言えば何時さあやんばよや、青年部は。そうですね、何時ですね何時さあやんばよただ大事なのはシージャンチャーとやっぱ付き合えるわけ、青年部として、はいはい、そうですね、これがよ、お前なんかのよ、うん、持ち駒だよ、そうですね、うん、青年部ですからっていうことでさ、うん、はい、シージャンチャーと話もできるからさ、そうですね、うん、そこら辺もちょっとやっていこうかなと思います、うん、自分そこら辺がまだできてなくて、うんうん、商工会長とか青年部長になって初めて会える人たちがね、はい、で、いっぱいいます、いるわけだから、いっぱいいます、この人たちとのネットワークを今後どう生かすかだよな、この期限の、そうですね、それ生かしたいですけど、うん、ね、なぜちょっと人見知り激しいんでいやいや大丈夫よ、徐々に変わっていきますから、うん、みんなそういう最初はねそうなんだろうけど、でもそれさ、はい、シージャつかめね、うんうん、例えばなくてね、俺でもいいから会長会長ってからにさ、はい、先輩あの人紹介してくださいよって言って、はい、うん、こんな人ってからに名前を売る、それがまあ日々の訓練だからさ、いいすもさーって言って帰ったら負けよ、あ、そうそう、うん、一番早く来て一番最後に帰る、これがもう営業マンの鉄則だからさ、お、うん、どんな例えば何かの会合に呼ばれて2時だよって言われたらさ、1時半には行って入ってくる人は1人ずつしか来ないさ、帰るとき全部一緒に帰るからさ、はいはい、話にならんばよ、あ、はいはい、営業マン、人文ある営業マンは先に行こう、先に行ったら1人1人入ってくるさ、はいはい、1人1人名刺交換できる、あ、はい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 、そこがポイント、僕はずっと23年間旅行業の営業もやってたけど、はい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 、何かの会議集まりあるときは先に行く、じゃあそこから営業テクをまず、うん、そう学ばないといけないですよね、ただ名刺交換やるからさ、いいわ、ユンタクできるけど終わってからやろうって言ったらもう警備させや、会議終わったら挨拶どころ見向きもしてくれない、あ、うん、確かに、でも最初に行ったらさ、この人も一人ぼっちだから、はいはい、暇だから相手してくれる、あ、なるほど、うん、おほーって、はいはいはい、誰か自分の友達が来るまでの間はよ、お前と話してくれるわけさ、はいはいはい、あ、確かにそうですね、ひどりさん本人もや、はいはい、あ、そうね、秋葉工業は千葉さん、あ、部長だの選手で、はいはい、で、ルシが来たら、あ、じゃあね、またよろしくねって言ってからすぐ行くよ、冷たいよそこら辺はでもそれでも話ができるさ、はい、商工会青年部の部長としての抱負を一言お願いします、はい、これから、まあ、なるにあたって、うん、いろいろ勉強もあると思うんですけど、やっぱりなったからにはちゃんと頑張りたいと思います、うん、ですね、はい、ぜひともよろしく、またあのたくさんその仲間を増やしてね、そうですね、うん、増やせるようにやっていってください。 UQTV 5月22日土曜日、比謝公民館にてワクワクマーケットが開催されます。時間は午前10時30分からです。当日はカレーの無料配布、エール弁当、卵や野菜、植物の販売、占い、雑貨、お菓子の販売、コーヒー販売、駄菓子やワークショップなどたくさんの催し物がございます。キッズ駄菓子屋も開店するそうです。お店で働いてみたい小学生を募集しております。ぜひ5月22日土曜日は比謝公民館にてワクワクマーケット、ぜひお越しください。現在候補読みたん5月号にてテーマ、自由というテーマのもとみんなの写真館、掲載中でございます。
こちらの映像の左下にある QR コードを読み取っていただくと、特設サイトに飛んで現在掲載中の写真、素敵な写真を見ることができます。詳しくは読谷村と検索してみてください。続いて広報読谷みんなの写真館作品を募集しております。次回のテーマは同じく自由、何でも OK となっています。締め切りは5月17日月曜日必着となっています。応募方法はメールと郵送のどちらかで応募することができます。詳しくはユミタンソンと検索してみてください。以上でした。 UQTV レストランのご案内をさせていただきます。私たちのレストラン、ブエナビスタレストランなんですけれども、ランチの方ですね、土曜日、日曜日、祝祭日のみなんですけれども、今、感謝祭ということで、1000円ランチをさせていただいてたんですけれども、こちらはですね、なんとお客様からすごい好評で、予約も取れないということもありまして、来月もやるんですかっていうお客様からお問い合わせも多くいただいておりました。でそれで、ちょっとお話しした結果、6月30日まで、はい、感謝祭を継続することにいたしました。よろしくお願いします。私たちにとっては嬉しいです。ありがとうございます、はい。でランチなんですけれども、はい、1000円ランチは、メニューの内容をご案内すると、前菜、スープ、お魚かお肉料理を選んでいただいてます。ただですね、私もよく食べるんですよ実は、私はもうやっぱり魚も肉も最後にデザートコーヒーまでいただきたいという場合は、まあ、追加料金が発生するんですけれども、フルコースであれば、2000円でご案内しております。ありがとうございます。私もお肉もお魚も食べたい人なのでこれはもう食べたい人にはもう全然好きです。ありがとうございます。ではもしよろしければですね、ちょっと時間があるときに、海のテラス予備担当やですね、私たちのレストランの方にお越しくださいませ。またあとランチの営業なんですけれども、こちら前日までの、5時までの事前予約で受付しておりますので、ご予約の際は、海のテラス予備担当やですね、098-979-8000までご連絡いただけますでしょうか。よろしくお願いします。はい、今日はジェシカさん、ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。続いては木曜日の出来事、 VTR スタート。まずは、皆さん知っての通り、1月の18日の建設新聞に、この読谷村の情報センターの PFI 事業が公募されるという、記事を、その後タイムスや新報両紙にもですね掲載されまして、多くの皆様方がそこに関心を持たれたことだと思います。無論私たち商工会としてもですね、読谷村の大きな事業である、それから初めてのこの PFI 事業ということで大変戸惑いを感じながらですね、行政側にもその説明を求めながら、これまでも幾度となくお話をさせて、また話を伺ってきました。新たな日本全国いろんなところで PFI 事業っていうものが行われる中ですね、読谷村のこの役場前に本当にラウンドマークとなるような読谷村の新たな事業がここで行われるということに対して、商工会としてはぜひ私たちの本当に知恵と経験を生かした情報センターっていうものを作り上げることができないかどうかということで、本当に日々お話をですね、やってまいりました。しかしながら読谷村内で PFI 事業を、専門に行っている事業所もありませんし、 PFI どころかその事業のやり方さえもなかなかわからない状態であるということを知りまして、なんとか、これを村内事業所できないものかと勉強すればするほど難しくてですね、私たちとしても何なんだこれはと思いながらですね、しかし周りを見ていくとアンテナを張っていくと、他の市町村ももうすでにこの PFI 事業で転換を、行政の、公共事業が転換されていくものを今目の当たりにしている状況です。県内においてももちろん、読谷村もこれから今回の情報センターを先んじて、ドームの建設であったり、それから学校の建設がこれから4校あるというふうにもう公言されております。そういう状況下の中で役場がこんなに躍起になってですね、 PFI 事業を一生懸命成功させようとやっていることに対して、私たちがそのまま
これからの時代も公共事業が永遠にあるとはもう思えないんですね。もう他の市町村も学校事業をもう100億かけて PFI でやっていきますということを公言している、村ももう出ました。読谷村においてもそうなる可能性というのは十分あるし、今までみたいに公共事業を毎年当たり前のようにあるとは到底思えない、状況下のもとで、この PFI はぜひ読谷で勝ち取る努力もしていきたいというような思いでですね、別居を進めて、これまで工業部会の皆さん方を中心にですね、いろいろと、勉強会を小さいながらもしてまいりましたが、いよいよ4月の30日に、この募集要項が公開されました。もう皆さん、ご覧になったと思いますけれども、37億余りの大きな事業が、ここで行われます。それをぜひですね、今日のこの講演会、今先生をお招きして本当にこの日程もですね、2、3週間ほどにですね、もう沖縄から別県でお帰りになられるところを、捕まえてですね、日程を調整していただいて、この時間を本当にいいタイミングというか、私たちにとっては本当に救いのタイミングでですね、あさって行われる説明会の前に、今日の時間を作ることができたことに本当に、改めて岩先生には本当に感謝申し上げております。私たちはまだまだな読谷村、本当に、日本一人口多い村とは言ってますけれども、まだまだな小さい経済の村であります。でも読谷村は今日建設業者の皆さん方が大変多くございますけれども、とてつもなくチームワークのいい読谷村の業者会で、これまでも行政にも本当にただなく協力しながらですね、読谷村の数あるものを作ってきて、読谷村の社会貢献のために頑張られた先輩方が今日お見えであります。ぜひ、その思いをですね、この場で受け取っていただきながら、お話を一語一句、伝えていただければというふうに本当に強く切望したいというふうに思っております。お願いをしたいと思います。そして皆さんにおいてもこの時間をぜひ、これから10年先を見据えてですね、その10年先から今日を振り返った時に、この日があったからこそここにこんなものが出来上がったんだと言えるような情報センターをぜひ作ることを目指しながらですね、やっていただきたいと思います。私は商工会の会長という立場でここまでしかできませんけれども、あとは事業者の皆さん方がどうしていくのかということをですね、知識と経験とそれからネットワークでもってですね、ぜひこの PFI を学んでいただき、SPC という大きな、私たちには計り知れないものかもしれませんけれども、でもできるチャンスが今あるということをですね、踏まえた上でぜひ今日のお時間をですね、共有していただきたいというふうに思います。本当に今日は、この時間にお集まりいただきまして、改めて重ねて感謝申し上げます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、おはようございます。ホテル日光アリビラの谷継ぐと申します。よろしくお願いします。はい、谷継ぐさん、よろしくお願いします。はい、5月の1日から、はい、6月30日まで、はい、読谷村産のいちごベリームーンを使った、はい、絞りたてモンブランを、うんうん、はい、販売しております。はい、はい、読谷村産いちごベリームーンですね、うん、ベリームーン、はい、とカスタード、うん、生クリームを牛皮で包んで、うん、いちご大福のような感じですかね。はい、で、ヘーゼルナッツのガレット、ちょっとサクサクのガレットと、はい、スポンジの上にそれを乗せて、はいはい、お客様の目の前でこのマロンクリームを絞る、うん、もうね、はい、この絵がもうすごい美味しそうで、はい、ちょっと検索してみたんですけど、うん、もうこれ食べたいと思いました。ぜひぜひ、ね、はい、最初この和栗のクリームが絞り出されるんですけども、はい、美味しそう、はい、次に色が次第に色が変わって、うんうん、抹茶のマロンクリームになる。これは、はい、一度の絞りでそうなるってことですか。そうです、そうです。変えてるわけではないんですね、はい、私この映像を見て、うん、写真だけじゃないですか、うんうん、これ変えてるんだと思って2種類絞ってるんだなって手間かかってるなと思ったんですけど、一気にそれを絞り出すってことですね。そうです、そうです。2層になってる。2層に。素晴らしい、はい、でマロンクリームとほろ苦いの抹茶の風味とベリームーンの、はい、
甘い香り高いあの甘酸っぱいイチゴ、はいはい、が絶妙に合うと思います。はい、コーヒーまたは紅茶付きで、はい、1750円、はい、ラウンジアリアカラで販売してます。リーズナブルです。はい、はい、テイクアウトバスケットを、はい、テイクアウトバスケット、はい、はい、販売してるんですけれども、うんうん、ベルデマール、はい、洋食のベルデマールのテイクアウトバスケット、はい、はい、牛フィレ肉や、うん、石垣牛ハンバーグなどがお部屋の中で召し上がれますね。うん、宿泊の方これは、宿泊の方のみっていう形になりますかね。はい、これ、ルームサービスみたいな感じですか。ルームサービスとまた違う、違う、うん、店舗に行って受け取って、うん、お部屋で食べご自身で受け取って、はい、お部屋で食べれるっていう感じなんですね。うん、はい、もう完全にもじゃあテイクアウトっていう感じですね。はい、うん、じゃあ外との接触を避け、そうですね、アリビラでこう満喫して楽しんで、うんうんうん、で、お部屋で、はい、このコロナ感染をこう気にすることなくお部屋でいただけるってことですね。うんうん、はい、うん、いいです ね、やっぱりレストランも営業はしているんですけれども、はい、テイクアウトバスケットで、ね、うん、お部屋でゆっくり、うん、はい、召し上がっていただくこともできますので、うん、はい、これはでも時間気にしなくていいかもしれないですね。そうですね、うん、あと小さいお子さんいるとね、どうしてもちょっと周りが気になったりするので、うん、お部屋でっていう感じの方が、ね、ゆっくりできていいかもしれないですね。はい、お子さんの面倒を見ながらね、うん、うん、こちらはおすすめですね。小さいお子さんいらっしゃる方はね、はい、はい、ぜひこちらの方もご利用ください。こちらは、セットになっていますか、お値段とか。テイクアウトバスケットはですね、はい、3500円ですね。はい、3500円、はい、はい、で牛ヒレ肉と何がありましたっけ、デザートまでついてる。牛ヒレ肉と、はい、ハンバーグ、ハンバーグ、はい、はい、石垣牛ハンバーグ、ね、美味しそういいですね、はい、そこはそそられます詳しくはホームページにも掲載しておりますので、はいはいはい、ぜひそちらもご覧ください。 UQTV 狂犬病予防法により生後91日以上の犬は生涯1回の登録と毎年の予防接種が義務付けられています。犬の登録手数料は3000円、観察再交付手数料は1600円、予防注射手数料は2850円、注射済み表交付手数料は550円となっています。こちらの狂犬病予防集合注射の日程について、ご紹介いたします。こちらは5月16日日曜日と5月23日日曜日の2回、行われます。こちら場所は、各自治体の公民館で行われます。場所によって日にちが、違いますので、こちら各自で、ご確認ください。案内はがきが届いている方は転出、死亡などがあれば生活環境課までご連絡ください。どの公民館でも予防注射を受けることができます。詳しいお問い合わせは生活環境課098-982-9214 098-982-9214 まで。続いては金曜日の出来事特集です。今年で49年、 5.15 沖縄本土復帰記念日。さあ、今朝の琉球新報や沖縄タイムスなどにも掲載をされています。 5.15、 沖縄の皆さんにとってはとても大切な日となります。県外の皆さんにとってはなかなか聞き慣れないこともあると思います。改めてこの沖縄本土復帰記念日をご紹介いたします。まず皆さんにご紹介していくのは5月15日、沖縄の皆さんにとってはとても大切な日です。沖縄本土復帰記念日です。1972年の5月15日、0時ちょうどに沖縄本土はアメリカ合衆国の統治下から
日本国に沖縄県が返還された日となりました。アメリカ合衆国から日本国に変わったことにより、当時の沖縄では様々なことが変わっています。少し皆さんにご紹介していきます。まずアメリカの統治下時代、沖縄の人が本土へ行く際、パスポートと渡航証明書が必要でした。続いてドルから円へ。アメリカの統治下時代は日本円ではなくドルが使用されていました。復帰後、通貨がドルから円に変更されたというのは当時の皆さんたちもご存知かと思います。その頃は1ドルが300円以上の円高時代だったため、みんなでこのドルを円に換金したそうです。またその当時ファーストフード店に勤めていた T さんからの情報では、ファーストフード店で1ドルでポテトの L が購入でき、またお釣りが出るほどドルがとても円高時代のため高価なものだったと言われています。続いて車両通行が右から左へ。車線が右側通行から左側通行に変わったのは1972年から6年後の1978年7月30日の左側通行、こちらの方となりました。車線が変更したことによって当日は一斉に切り替えを行ったため、あちらこちらで交通事故が発生したと言われています。またこの当時のお写真、前日7月の30 29日の右側通行の写真や7月30日の左側通行の写真を見比べた写真なども歴史を紐解くと掲載されています。当時日によっていきなりこうやって車線が変更になったというのは、沖縄の方々にとっても驚くべき歴史となったのではないかと思います。ということで、私たち皆さんたちもそうなんですけども、49年という歴史でこんなにいろんなことが変化するというのは歴史上でも驚くべきことではないかと思います。当時1972年、昭和47年に生まれた子どもたちは復帰っ子と言われました。そこでこの当時子どもたち、今現在では今年で9歳になると思うんですけども、当時子どもさんを出産されたご家族、そして生まれた子どもたち、どのようなその年を迎えられたのでしょうか。そして改めて皆さん、5月15日沖縄本土復帰記念日ということで、復帰後初の知事、読谷村出身屋良長病氏を皆さんご存知でしょうか。この屋良長病氏の銅像や生誕地の碑、こちらの方が読谷村内にあるのをご存知でしょうか。今日は改めて皆さんにこの情報を動画を交えながら皆さんにご紹介したいと思います。それでは早速 VTR スタート。読谷村役場中庭の一角に皆さん、屋良長病氏の銅像があるのをご存知でしょうか。1902年、読谷村、現在の阿佐瀬那覇の川平集落で生まれ、師範学校に進学するまでの17年間をこの地で暮らしています。1972年5月15日に沖縄の施政権返還、日本復帰が行われ、その翌月、復帰後初の沖縄県知事選挙に当選しています。1989年に読谷村名誉村民に推挙されました。沖縄の戦後教育、平和で豊かな沖縄建設に生涯を捧げた屋良氏の教えがいつまでも後世に語り継がれています。2012年、屋良長病継承事業推進規制会が発足、シンポジウム、創作劇の開催、銅像や記念碑の建立などの事業が行われ、その後2015年10月25日、
屋良朝廟生誕の地碑および屋良朝廟像の除幕式、記念式典と祝賀会が盛大に開催されています。屋良朝廟氏のことは皆さんも、特に読谷村の皆さんたちは多く語り継がれているのをご存知かと思います。子どもたちに、そして未来の方たちにしっかりとこの後世に伝える取り組みをされたということです。さあ、こういったことは読谷村史、また村立図書館などに行きますと資料の方もたくさんございます。ぜひこちらをご覧になられてください。また来年は本土復帰50年を迎えます。生まれた子どもたちもちょうど節目の50歳、そしてまた保護者の皆さんたちも当時を振り返りながら歴史を改めて皆さんと感じるとともに、沖縄の歴史に触れるいいきっかけになるのではないかと思います。ぜひ明日 5.15 本土復帰記念日、ぜひご家族の皆さんでお話の方もされてみてはいかがでしょうか。以上、今日は特集でご紹介いたしました。では皆さんからの取材依頼なども募集しています。FM 数字の786 @ fmyomitan.co.jp、 またお問い合わせは FM 読谷 098-958-7860、 皆さんからのお問い合わせお待ちしております。勇敢的インターネットテレビ情報番組、勇敢 TV。 読谷村の一日の情報をどこよりも早く、勇敢 TV。イベント、おすすめスポット、おしゃれなカフェや学校行事、スポーツキャンプ情報などなど、村内の方はもちろん県外からの訪れる観光客も、これを見れば読谷村の情報丸わかり。月曜から金曜午後6時は勇敢 TV。 お伝えしよう。 AV センターとは最新ニュースや地域の身近な話題を届けるための放送局、通信システム、番組制作を支援する映像音響制作機器、各種教育音響機器、会議用機器装置、もちろんメンテナンスも万全。分かっていただけただろうか。私の仕事、沖縄科学 AV センター。今週の読谷村の話題はいかがでしたか。来週はどんな読谷村が待っているのか、次回の放送も楽しみにしててくださいね。それでは皆さん、また来週。この番組は株式会社沖縄科学 AV センターの提供でお送りしました。